いやお前さん、36バイパス出口新神戸です。新神戸、この辺りで僕はかつてバイトをしておりました。何のバイトしてた？新神戸駅の中の豚まん屋さんで豚まんを作っておりました。それをひょっとしたらこうなんとかっていうやつ？一貫、あ、一貫なんとかか、はい、あれも神戸やない、一貫なんとかもな。まさに淡路島の玉ねぎを使った神戸の豚まんです。そうですね、南京町にも店あります。あ、そうです、そうです。亀井さんはなんか行くところ全部バイトしてるの。尼崎の本屋さんとかな。ほんまですね。ロックアイランドのあの冷凍の倉庫な、冷蔵倉庫な。冷蔵倉庫、はい。ほんまですね。もうなんかその場所場所、僕ここで昔バイトやってましたっていうの多いな。多いです。三宮もしてましたしね。三宮何やった？三宮はデリバリーをしてました。あ、そうや、それあの、はい、あれやろ、イタリアンで。イタリアンで覚えてます。それで捕まって言ってたよ、捕まったんですよ。あのね、わざわざそのパトカーに一礼して捕まりに行くっていうことをしたんです。挨拶して捕まえてくださいよ。僕今から直接受け付けますからね、みたいな感じで。そう、見えなかったんですよ。まさかそこが二段階ですとかっていう。で、まあ、その新神戸の駅の中の、はい、豚まんを作ってたんです。あの豚まん美味しいよな。あの豚まんは正直美味しいです。あれ、淡路島の玉ねぎ使ってる。そうなんです。甘いもんね、だからね。甘いです、そうなんです、ね。水気がたくさんあってね。あ、いい、美味しい、美味しい。時々買って帰ります。あ、本当ですか。あれ、だからね、僕、地方に行く方にね、あの、プレゼントされたらね、いいんちゃうかなと思うんですよ。前、あの、神戸のお土産の話がありましたけど。なるほど、そうだね。あの、神戸は大体、うん、かのか、うん、あの、こうなんとかとね、うん、大阪やったら、こう、こうなんかね。そうです。ある時ない時は、ある時ない時は大阪です。そうやな。だからちょっとある時ない時大阪とちょっと変わって一貫もいいですよみたいな感じを出しちゃったらおしゃれかなと思って。というわけで、これ右のこの信号右に曲がれば、はいはいはい、新幹線の新神戸駅というところで、まっすぐ行くと王子公園というところで、これは山手幹線ですね。要するにね、布引きの交差点ですね。布引き交差点めっちゃローカルやけど、布引きですよ。分かる人少ない。もうこれはもう美貌録さんの奥さんとかね、はい、奥さんはこの辺りですもんね。もうちょっと向こうですけど、そうそう、ヒロリロさんとかね、ヒロリロさんこの辺りとか、そういうことですね。はい、昨日もまたなんかあの、カズラジその240何歩に、うん、なんか届きましたってメール。ああ、ちょ、一回だからお前のカズラジを不意打ちであげましょう、どっかあげましょうか。でもその何歩かもう分からない。いや、でもそれは僕見たら分かります。また教えといて、はい、バックナンバー見れるんで見といておいたら、はい、そんな感じですが、はい、今日のテーマは、あ、今日ですね、僕行く時に、うん、あの、僕ラジコというね、ラジオを聴けるアプリね、はい、ありますね。ラジオ、そのラジコは無料アプリなんですよ、うん、ラジコは無料バージョンでしたらその住んでる地域とかいる地域のラジオしか聞けないんですけど、月額300円払ったらラジコプレミアムプレミアムですよ。300円払いますと全国のラジオ聞けるんですね。聞けるタイムフリーでも聞けますね。タイムフリーでも聞けますし、それで僕はあの、お前さんのラジオと聞いたりしてるんですけれども、あの KBC 朝ですラジオ、はい、九州朝日放送、小林哲夫アナウンサー、そうです、そうです、前週出てありましたけど、聞いたりしてるんですけど、今日はですね、ちょっとあの、神谷明さんと日高のり子さんがお二人でされてる、ね、声優さんですね、二大巨頭ですね、はい、そうなんですよ。そのラジオを聞いておりまして、どこの曲なんですか？あれ確かね、東京だろうな、撮ってるのは東京なんですけど、うん、曲は中部地方のなんか曲なんですよ、うん、中部、はい、流れてるのはね、はいはい、撮ってる曲スタジオは東京なんですけど、うん、っていう感じで、でそのお二人が冒頭に神谷明さんと日高のり子さんって、もうね、皆さん名前も知ってはると思うんですけど、そんな声聞いたら、ああ、この人かってなるよね。お二人ともオリックスに場内アナウンスでいらっしゃいましたしね、かつてはね。そう、そのお二人が冒頭のオープニングトークで、まず神谷さんがね、この間、ふと思ったんだけど、他の声優さんって原稿とどう向き合ってるんだろうって話されて、原稿、はい、のり子さんが、どういうことですか、例えば僕はこう原稿をもらった時に、うん、ここは一口で読みたい時は丸をしたりとか、うん、ゆっくり読まないといけない時はスローの S を書いたりとか、強調したい時は点々を書いたりとかするんだけど、他の人そんなんしてるのかなっていう話をされたんですよ。で、のり子さんも、あの、私はしてますよ、私はこうゆっくりの時はひらがなで言うって書きますとかって話されてて、あ、僕もね、お二人と比べたら申し訳ないんですけれども、一応そのゆっくり読む時は波線引いたりとか自分なりの原稿作りをしてるんですよ、読む時ね。で、あ、大前さんってどうされてるのかなと思って、お聞きしようと思いました。実況の時とかニュースの時とかあると思うんですけど、はいはい、かかりますか、はい、まあ、実況の時はね、うん、まあ、
もう原稿ないことが多いです。あ、まあまあそうですね、うん、だからその中でやっぱりでも自分の中で緩急はつけますよね、はい、で原稿読むときは例えばニュース原稿とか、はい、あのお知らせの原稿読むときなんかは、うん、立てなあかんところは、はい、例えば印をつけてみたりとか、あ、強調するところとか、ね、はいはいはい、でそれはやっぱりちょっと自分なりのこう、うん、書き込みはやっぱしますね。それを見て可視化することによって意識するってことですね。これは立てってちゃんと言わなあかんと思うやとかね、うん、それはありますよ。ここ繋いで原稿ってね、まあ、はい、あのおそらくあの読み手のことを考えずに、うんうんうん、あの書いてくださる方がたくさんいる。おっしゃる通り、ね、はい、でここ繋げなあかんところを開業してる、わざわざ。わあ、そうめっちゃわかります。そこをちゃんとこう直して自分なりにここは開業せずにも続けていった方がいいところはそこの横に自分で書き足して。やっぱ大場さんはされてるんですね。やります、やります。あ、そう、僕もまさしくその開業の時は下のやつをその部分を削って横にこう書くつけたりするんですけど、そうしないと、はい、やっぱりこういろんな原稿も読むんで忘れてしまうんでね。そうなんですよ。その時にパッと渡されてね、うん、で今の原稿っていうのはね、はいはいはい、亀井さん例えば今読んでる原稿あるやん、オリックスもありますね、はい、あれって横書きになってるやろ。横書きになってます。横書き、横に書いてあるやろ。オリックスさんでいただく原稿は全て横書きですね。横書きやな、はい、左から右です。例えば昔の CM 原稿とか、僕らが局時代読んでた CM 原稿は元より、はいはい、ニュース原稿、天気予報に至るまで縦書きなのよ。ニュースとか全部そうだったんですか。縦書き、うわ、縦のが難しい気がするな。いや違う、ね、違うんですか。違うね、はい、人間例えばね、はい、我々は十分な下読みをできるとは限らない、ツッコミの原稿もあります、はい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 、そういう時に、はい、ね、はい、まあ下読みも十分できない時に、はい、横の文字が横に並ぶよりも縦にこうなる、はい、まあ、昔の国語の教科書やね、要するに、ね、はい、縦やったやろ、はい、でそういう風になった方がいいという理由があって、これなんでだと思う。え、いいという理由があるんですか。うん、縦書きにしてる意味があるんです。なんででしょう。知らない、なんでやろう。これはちょっとまたこれそれめっちゃになる話や、ね、それ僕めっちゃ勉強になりますわ。え、な、例えば、はい、あのね、あの僕ら原稿ニュース読むときには、はい、特に下読みできない場合は、はい、こう今読んでるところの先をちょっと 見、うんうん、目を見ときなさいと、はい、要するに読んでる声出してるところよりも先の文章を 目、 で、うん、目は左右についてます、はいはいはい、ということは右目で今読んでるとこ見て左目で違う先、その先をパッと読める、はあはあ、見ることは目視できるわけですよ。大体どんな言葉が並んでるか、はいはいはい、これが縦書きであれば次の行を下に目線を落とさなあかんわけですよ。あ、はい、分かる、分かります、分かります。そうすると今読んでるところから目線を落とすことになって、そうか、ね、そこ読めないから左右に行けても縦に行けない。左右はそうだから縦っていうのは左右にこう並んで左にこう並んでいくでしょ。あ、右目で今読んでる原稿を今口に出すところを読んで左目でその先を読んでたらちょっとでもあの間違いのリスク減るんですよというところで縦書きになってるんですよ。ニュースそういうことなんですね。今でも全部縦書きですよ。確かにオリックスさん全部横でいただきますし、今もオリックスに限らず、はい、もう最近の CM、 CM ナレーションも、はい、もう CM のナレーションも横のことが多いですよ、はい、もうそれはもうそういう教育を受けてない人がやってるからそうなるんです。そうだから、そう、僕は一番最初にね東京ナレーションスクール行った時に、はい、実際にその日本テレビとかに流れてる原稿をいただいた時は縦書きだったんですよ。全部縦書き。今でも曲は全部ちゃんと、ちゃんとした曲で送られるけど、はい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 、普通の今地上波であるとか民放であるとか NHK さんは基本縦書きです全部。ああ、そういうことなんですね。でだからタレントさんがよくワイドショーで読んでる台本も全部縦書きでしょ。あれ、あ、そうです、台本ももらってる、はいはい、こう、あの本みたいになってる。そう、あれもやっぱりこうやって開きながらこう 見て進めていく上でやっぱりちゃんと両目で見るときにそれの方がいいということなんです。っていうことはそっちの方が噛みづらいっていうことですね。噛みづらいし、さっきどんなことが書いてあるか読めるんですね、人間の生理的に。なるほど、これはめちゃくちゃ勉強になりました、うん、だから本来そういう原稿を読んでもらうときには縦書きにしてあげる方が親切。なるほど、なるほど、そういう、あ、ほんまですね。そうやろ、うん、そういうことなんや。そうですよ、はい、だから縦で書かれてるニュース、うん、CM 原稿、うん、意味があるのよ。なるほど、なんか書き手の好みとかじゃなくて、違う違う、ちゃんと理由があったんですね。理由があるんです。これはいい話を、いい話でしょ。僕何気なく聞いただけやったんですけど、うん、めちゃくちゃいい話に
なかなかこんなこと話する機会ないんですけど、そういうことなんですよ。だから僕らもアナウンスの、教室に通ってる頃の、僕半年だけ行ってるとこあるんですけど、はいはいはい、やっぱりそこのテキサスでも縦書きでしたもんね。やっぱそれちゃんと曲穴を養成する、そういうことです、そういうことです。なるほど、横書きなんで、だから本当そこ曲を離れてから初めて見ましたよ、お前さんがフリーとか、でやっぱりそこで教育を受けた記者とか、CM のライターさんは全部縦書きで書くという教育を受けてるんですが、そうじゃない後発の局であるとしてはもうそういう、まあよその局からよその仕事から転職してきましたっていうところで、そういうちゃんとしたこの記者としての教育を受けてらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。ああ、申し訳ないけど、制作会社の人もそう、だけど基本縦書き、今でも共同通信の原稿は全部縦書きです。共同通信、そうだよ、技術士も全部縦書き付き。これは面白い話ですね。多分こんな話聞きたかった方いらっしゃると思いますよ。結構カズチューブリスナーでアナウンサーの話、いやいや、たまにカズチューブはミヤちゃんが映ってたらええっていう人ばっかりやから、まあ、サムネイル画像に関しては間違いなくそうですね。まあ、そうなんか用意しますミヤちゃんだけのやつ。ほんまやな、ミヤちゃんの可愛らしい笑顔とかさ差し込んどきます。そういうちょっといろんな表情のでどこか撮りましょう。それ差し込んで話聞いたら全然違うおっさんが2人だけ喋ってるという、そうそう、そういうなんかこう釣りフィッシング詐欺みたいな感じでもまあそういうことなのよ。だから原稿の話はちょっと飛びましたけども、いやいやいや、そういうことで、そうすればね、やっぱり読みやすいよ非常に、実は縦の原稿はいかに読み手にとっては優しいかというのがよくわかります。なるほど、僕はもう圧倒的に横のやつが多かった。もう今はもうほとんど横よ、はい、縦の原稿なんていわゆるそれこそもらったことないです僕は。あ、ほんまですか。うん、だって J スポーツって読むやつも全部横書きやしない。あ、 J スポーツさん、じゃあホークスのやつもそうなんですか。ホークスも横書き。あ、メジャーリーグもそうやしってことですか。メジャーリーグもそう。あ、そうなんです。ただ地上波さんで読むやつは、縦です。なるほど、なるほど。ちょっとこれからもし行ったら意識しちゃいますわ僕。そうでしょう、違うとこ行った時に、縦書きのところをさすがやと思ってください。いや、これから意識します。それなりの理由があるんです。うん、わかりました。ちょっとこれ意識しますわ、ほんまに。そういうことなのね。はい、まあ、だから縦書きよりも横書きにした方が、例えば英語のスペリングとか書きやすいのはもちろんあるんだけど、ね、数字とかね、はい、そう、そういうのはあるんだけど、だから縦書きの時は数字はなんかね横に書くのよ。例えば42とかやったら横に42って書いて、はい、あ、そうなんです、ね、それにこう丸をつけて数字ですよ。ああ、もうそれめっちゃ親切、ようできてはります。さすが、さすが地上波ですね。なんか、はい、まあ、そういう教育をされた人がそこの原稿を書いてたりするわけですからね、うん、地上波でもそういう教育をされてない、外注の制作会社とかが作りはったらそうじゃない時もあるけどっていう時ですね。そう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 、だからそういうことなんだ。例えば何やろな、普通にもうパッともらった原稿でね、はい、約5000人のお客さんだとかっていう原稿でもらうやん、うん、はい、あんなん絶対約っていうことは使わないので、ね、およそなんですよね。僕ね、これね、はい、ちょっと一個だけ不満申し上げていいですか、はい、うん、僕いつも場内ルールっていう動画があるんですけれども、僕1年目の時から飛球等にご注意くださいって言われて、言わない。で、僕だからね、1年目の時に飛球などにご注意くださいって僕呼んだんですよ、はい、だからね、まあ、名前やけど前任の方が飛球等って言われてるんで、神様飛球等って言ってくださいっていうディレクションを毎年されるんですよ、はい、毎年しれっとね、飛球などにって一発目言うんですけど、いや、これ飛球等でお願いします。飛球などが正しい。あれね、僕若干悔しいんですよ、はい、その勝手に飲まれてるやろなと思って。いや、違います、飛球などが正しい。絶対そうですよね、はい、等とは言いません、はい、僕放送の用語としては等とは言いません。ですよね、はい、だって普段喋ってる時に言いますかって話ですよね、等って。そうですね、などでしょ、などなんですね、で、およそ、そう、およそなんです。約じゃない、およそ、うん、およそ5000人、うん、ということですね。そうです、まあ、そういうね、言葉の決まりって、放送の決まりって言葉いっぱいあるんですが、最近はほぼ無視されてますね。ねえ、はい、それを分かって無視されてるんではないんですよね。知らないでそれで通ってるっていうところがあるのが、まあ、今の日本語、まあ、僕の教室はまずそういうところから直していきましょうねっていうところをよく言うんですよ、はい、でそういうところがちゃんと読めたら、この子ちゃんと教えてもらってるなっていうのはよく分かります。そういうことですよね、はい、どこの作り立ったかなと思いますもんね、そういうことなんです、
だからそういうところで、ああのこの人は分かってるな、分かってる人が聞いたら、はい、あこいつ分かってる偉いなと思ってくれるし、うん、あの急騰がっていうのはそれは言わないです。そう、あれほんま悔しいんですよね。悔しいなと思いながら4年目です。なるほどね。はい、毎年1回目はしれっと飛球などはって言って NG を毎回出されます。そうですか。そうです、まあ、そういうことで、はい、原稿はちゃんとしっかりとみんな読み手はちゃんとチェックしてるんちゃいますか、はい、うん、はい、いや、いい話でした。はい、はい。